しま、あ、おじさんこんにちは。腹も減ったことだろ。あ、ちょうどいい。おじさん食べ物を持ってたんだ。何する？金取んのかよ。失礼しました。嬉しい。おじさんご飯売ってくれるんだ。あ、なんだ、回復してるかと思ったら、金取んのかよ。いらない。てかさ、あそこのさ、バタフライってさ、もしまた再度出現するんだったらさ、あれちょっと、PP 稼ぎポイントじゃない？もう一回行ってみるか。そういうせこいことだけはすぐ気づくんだ。そう、アンチのコメントだー。泣いています。ファンのコメントだと思います。いや、どう考えてもファンのコメントじゃない。そんなひどいこと言うファンはいないよ。せこいさんっていうのやめてもらえますか？もう、原型がないんだよな。ケチクサイマンっていうコメントもやめてください。そういうインターネットでね、なんか侮辱をすると、やっぱり法廷でオフ会が始まるらしいですよ。皆さん、あんまりナトリさん普段さ、ニコニコってたくもみんななんだそれ、ひどいこと言うんだなって言うけどさ、裏では泣いて着々と訴訟準備進めてるかもしれないんだぞ。裏では毎晩泣いてるかもしれない。でもケチくさいのは事実ですよねって。もしかして事実って言ったら裁判で、あ、それじゃあさ、裁判のさ、一番偉いさ、おじいちゃんにさ、でも、ナトリさん、あなたはケチくさいのは事実ですからね。これは無罪ですねって言われるの。催眠なんか聞くわけないじゃん。この中で、キノコやっつけのものありますか？裏漢方でいけないか？はい、信じて、380ドル使います。これで、裏漢方でキノコが次回取れなかったら、さっきコメント、裏漢方でいいですってコメントしたやつも、もう全員でぶっ叩きます。全員で叩くぞ。気絶した仲間。あ、毒気持ち悪い。風邪、日射病、居眠り、涙が止まらない。変によく聞きます。これは、コメントしたやつを叩いた方がええか？みんなにさ、キノコが頭が生えてしまった場合はさ、これ効かなそうだよな。効かないよな。みんな尻を叩いてね。コメント欄同士で尻を叩き合ってくれ。お前らの連帯責任や。見て、安心ホイホイかもしれないな。たまにナトリ壊れちゃうんだよな。いや、壊れちゃった。パパに新しいの買ってもらおうっと。それ本当に怖いからやめて。土星さんめっちゃ可愛かったので、土星さんのグッズ買っちゃおうかな。みんな、ちょっとお疲れ様っていうのさ、もうちょっとさ、土星さんっぽく言ってくんない？もうちょっと土星さんっぽいコメントをしてもらえない？今ロムしてる人もさ、もしよかったら他の人の真似してさ、土星さんっぽい感じで、ナトリの配信の終了を、ねぎらってももらえないだろうか。ポエン、お疲れ様だ。お疲れぷー。ぽえーん。お疲れ様なのだ。お疲れさな。かわいい。かわいい。お前らだけどかわいい。というわけでね、今日はここまでにしておきましょうか。